当に呪われるよ。確かに。ごめん、マジでごめん。怖い。ごめん、マジで。ガチで。怖い。ごめんね。今のちょっと、マジで。違ってる。違う。マジで違ってる、今の。壁のシミが人の顔に見えて仕方ないさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今悩み考えてます。ちょっと待ってください。待ちましょう。はい。そうですね。今日収録一緒っていうことで撮ってもいいですか、はい、すいません。これ大丈夫ですか？あ、全然大丈夫ですか？逆に大丈夫です。じゃあストーリー撮らせていただきます。3、2、1。ごめんなさい、これ動画でしたね。ごめんなさいね。全然大丈夫です。はい、これにて終了といたしたいと思います。バッカーのね、静かにして。トルカイさんおわいつもみんなの笑いはい、今日はポイントに。え、そんなさ必気づいたんですけど、ガチでよだれ出てる。マジで。ちょっともう一回見てください。どうぞ。ね、嬉しいよ。バズライトイヤーのフィギュアとザークのフィギュア。え、待って、超かわいい。え、待って、このさ、バズ本物？わかんない、わかんないけど。ごめんなさい、本当にすいません。バズ、こんな顔だったっけ？いや、まあいろいろありますよね。制作の上でね、いろんなね、塗装だったり、あれがあると思うんで、微妙なズレはあると思いますけど。
ありがとうございます。ありがとう。あっちの部屋にトイストーリーを飾っているところがあるので、そこにちょっとあの一緒に飾りたいと思います。しかもザークのとかあんだね。スーパープレミアムフィギュアって、え、やばい、うわ、かっけえ、ありがとう。あ、ちゃんとお立ち台もついてて、こうやってこうマジでよろしくな。わかんないから、こう写真がちょっと違うだったのかもしれない。ちょっと待って、ね、あ、ん、誰これ、いただいたものに文句を言ってるとかではなくて、本当に嬉しいし、私バズ・ライトイヤーが一番大好きなんで、トイ・ストーリーの中でバズの顔をたくさん見てきたこの人生だったんですね。やっぱそんな中で、まあ、ちょっと若干誰みたいな。バズ、ありがとう、本当に。気まずい、ごめんなさい、気まずい。いや、マジで、本当に。めっちゃ嬉しいっす、正直、本当に。いや、ちょっと本当、一旦ちょっと戻っていただいて、まあ。いや、まあ、ちょっと待って、ごめんなさい。やっぱりちょっと、バズのこと大好きなんで、大好きだからこそ、ちょっと徹底的にこれはちょっと、このバズとやり合おうかなと思います。ちょっとバズの顔をね、私が覚えてないっていう可能性これありますから、ドラえもんとかも若干、初期のドラえもんから若干変わっていくとかあるし、そういう感じなんだと思います、本当に。まあ、これですよね。この、私が知ってるバズ。誰？ありがとうございます、本当に。めちゃくちゃ嬉しいです。それは間違いないです、本当に。なんかもうなんか誰みたいな感じのこと言っちゃったんで、え、文句言ってるみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、本当に嬉しいです、本当にこれは本当です、本当に。すみません、ありがとうございます。え、ここで私から一部訂正ございます。このバズライトイヤーなんですが、2022年に出た映画バズライトイヤーのバズだそうですね。はい、なのであの偽物とかではなくてですね、そういうバズ、その映画バズライトイヤーのバズって結構人間味ある感じのバズなんですよ。あのそのバズ、だから別に偽物でも何でもないし、それはあの私がこの2020年の映画バズライトイヤーを見てたのにもかかわらず、そのバズについてあの忘れていた、普通に。これ私が失礼だっつって話なんで、はい、もう本当にすいませんでした。これはもういいです。良くないです。これはもう私いいですね。ごめんなさい。見たことありますもん。ちょっと。もう過去ね。引きで撮れてますそれ。もうこうで。引きで撮ってくる。ちゃうやろ。いろいろある。ここね。相方。超かわいい。相方。超かわいい。相方。超かわいい。待ってわ。相方ゾーンや。相方ゾーンです。相方。推し。チキここに並べてたり、はい、こんな感じでこうね並べて、これとかはその推しがくれた推しがくれた I love you って書いてあってこのニコちゃんとかはね、あの視聴者の方が作ってくださって、すごいですよね、これかわいい、そうこれおかんがくれて、おかんがくれたやつで、これ私があのくじで一発で2つ当てた、静かにしてね、静かにするんだね、やっぱり、静かにはしなくていいかも、静かにしなくていい、これ自分でもこう定まってた、定まって待って、隣に行きましたよ、ワンちゃんとか、ワンちゃんじゃないです、ワンちゃんです、生き物系、せーので、3、2、1で、あの子いい匂いします、目を開けてください、はい、バズさん、2、2、1、1、せーの、はい、ハッピーバースデー、はぁはぁハッピーバースデー、え、マジか、え、マジ、ちょっと待ってね、マジで一個言っていい、うち、視聴者様がお誕生日をお祝いしてくれてったツイートとか見てて、トイストーリーのケーキがあって勝ち食いたいやんって思ってたの、嘘、今日、嘘、ええ、やばくない、ちょっと待って、え、見て、かわいい字、これやばいね、え、字が書いた、嘘つけ耳で見て嘘っていう、え、やばい、なんか
ょっと、なんですか、お手を貸してくれ。えぇ、ー、あの、何これ、この間、その、パレードしたじゃないですか。あ、ありがとうございます、その説はね。いや、パレードさせてもらって、はい、だけどなんか、やっぱ、パレードってびっくりするじゃないですか。いや、まあそうっすよ。そう、びっくりする。びっくり、びっくりしました。嬉しい。祝われた感じとか。いや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 。あるっすけど、なんかやっぱ、まあ、なんかびっくり、そうそう、びっくりのがでかいな、みたいな。確かに確かに。今日はね、なんか、しっぽり。しっぽり誕生日会。え、ガチでありがとう。やばい。嬉しい。正直やばい。飯食ってないけど。食った。食ってないですよ。ガラクじゃ行きます。じゃ行きます。で、デザート系じゃないですか。え、マジでありがとうございます。え、本当。これやばい。ちょっと早速。帽子になったんですよ。帽子に。もう可愛い。ちょっと可愛いっすよね、マジで。いやちょっと自分、情けないです。ちょっと可愛い反応できなくて。マジで、うち今とても嬉しくて。本当ですか。はい。いや、ちょっと本当にこれ嬉しいっすね。食べれないっすよ。ちょ、多いんで、はい、なんか。あ、でも彼氏ないか。あ、え、ごめんなさい。彼氏とかとこう分ける。でもいいですし。意外に来たんだよね。キャノマネシュート。え、ね、すぐ分かんない。やめて、冒涜。あ、やったのよ。危ないから。キッチンだし。そうだよ、刃物とかある。そう、やだ。あ、もうやけど。どうした。やだ、怖い。